瀬戸康史の動画。どうもおはようございます。瀬戸康史でございます。ちょっと俺に光が当たりすぎな気がするんですけど、光に照らされた瀬戸康史です。太陽系、皆さん、アマゾンパントリーってご存知ですか？アマゾンパントリーでございます。例えばですね、アマゾン使ったことある方わかると思うんですが、例えばなんかね、500の水1本、じゃがりこ1個、歯磨き1個、缶詰1個、ポテトチップ1個、あとはあの何、メモリーカード1個、バッテリー1個みたいなのを一気に買ったらどうなるか、アマゾン使ったことある方ならわかると思います。どうなるか、お教えしましょう。バラバラで届きます。あっちから一箱、こっちから一箱、もう一個一箱っていうのがバラバラになってしまって、何回も、その宅配業者の方のお世話になることになってしまうと、あ、また来た、また来た、また来たみたいな、全部いっぺんに来てくれればいいのに、そういう細かいものをバラバラで頼むと、アマゾンの場合はすごく、後で大変になってしまうという問題がございます。で、この問題を一気に解決するためのシステムが、この今回紹介するアマゾンパントリーでございます。ご覧いただきましょう。こちら、パントリーボックス無料でお届けって書いてありますよね。こんな感じでですね、スナック菓子とか、これカテゴリーのとこ見ていただければわかるんですが、その僕が普段買ってるカメラとかそういうものはありません。だからイメージとしてはドラッグストアとかコンビニ、あのイメージです。あれをイメージしていただければわかります。ちっちゃいもの、細かいものをたくさん買って袋にまとめてもらいますよね。だからそれをアマゾンでもできるようにしたっていうサービスです。なので、多分メモリーカードもな、メモリーカードあるかどうかわかんないですけど、カメラとか、なんかその、何、スピーカーとか、そういうガジェット系のものはないです。だからここ見ればわかりますね。食料品ね、こう、ポテトチップとか、プリッツとかね、カップラーメン、あとお水とかビール、お酒ね、あとはティッシュとか、シャンプーとか洗濯とか、そういうもの。で、あの、歯磨き粉とかね。で、ペット用品とか、こう、電球とかね。本当だからドラッグストアとか、ホームセンターとかちょこっとある細かいもの。だから、この辺が象徴的ですよね。これこれ。お母さんが、その東京に行った息子にこう、送るのもアマゾン使って送れる時代なんですよね。アマゾンパントリーに思いっきりまとめたから、あなたでやりなさいと。これで生活しなさいっていうような仕送りセットなんかもアマゾンで仕送り送られる時代なんですよね。助かりますよね。で、このアマゾンパントリー非常に便利なサービスなんですけれども、これ今画像に仕送りセット載ってますよね。この箱、実はこのサイズの箱1個だけになっておりまして、これが手数料290円かかります。はい。で、どういう風に選んでいくかっていうと、例えば箱って容量がありますよね。今見ていただいた仕送りセットのあの箱のサイズなんですが、じゃあ例えばティッシュペーパー入れましょう。ティッシュペーパーね、これよく見てください。ここパントリーボックスの使用率 17.5% って書いてありますよね。各商品のサイズと重量に基づき、パントリーボックスでその商品が占める割合パーセントが示されています。だからサイズと重さをまあ鑑みて、このパーセントが出てくると。で、 100% になるまで入れられるということです。要するにだからティッシュはでかいから1個入れるだけで 17.5% いっちゃう。で、箱代、取扱料が290円かかってるから、ティッシュばっかり入れちゃうと、もう4個、5個ぐらいしか入らないでしょ。ティッシュ5個頼むだけで、プラスで290円取られちゃってるわけですよ。それはもったいないですよね。パントリーボックスの使用率を見ながら、このサイズ、52メートルになって、52メートルで、これ、間違った。アマゾンさん5時発見しました。52メートル×28センチ×36センチって、すごい長い。すごい長い箱。52メートルの箱で52センチですね。例えばじゃあ飲み物見てみよう。飲み物だったらミネラルウォーター。これ2リットルの水。これ2リットルの水1本でも 17% 使っちゃう。だから、細かいやつね。これ 500ml、イロハスのリンゴだったら 5%。だからこれだったら20本入るわけだね。で、重量的にもやっぱ水は重くなっちゃうから、この辺の、こう、なんかこう、歯磨き粉とかね。歯磨き粉 1.5%。だから歯磨き粉だったらもうなんかすごい 10個。10個 !20 個 !30 個入れられるわけですよね。いっぱい。で、これでいっぱい入れていって、箱を満帆に、なるべく満帆、満帆にしなくてもいいんですけど、100% に近い状態にして、アマゾンパントリーを頼むわけです。で、私、アマゾンパントリー頼んでみました。それが、こちらです。瀬戸康史の動画。はい、こちらでございます。ドーン。これね、かなり重いです。かなり重たい。これ静江さんに今回うちに必要なね、日用品をいろいろ詰めていただきました。今日はちょっとね、これを開けていくことに。ドーン。はい、初アマゾンパントリーですよ。はい、これです。開けましょうね。こう開けて、
開けて、あ、100% とかって書いてる割にはこれ 100% まで入れて、 100% まで入れました。でも 100% まで入れたのにこれが入ってるってことは、まあ 100% マックスまで入れても、でもサイズと重量だから、重量もあるのよこれ、12キロマックスっていうのがあるから、重量的にマックスになっちゃったかもしれない。だってこれ体積的な考えで言うと結構、あ、スカスカじゃん、ポカスカじゃん、ポカスカじゃんだこれ。12キロまで足しちゃったかもしれない。それでは一個ずつ出していきましょう。まず一番容量を取っていた、これですね、トイレペーパースコッチ。はい、そしてどんどん出していくんですよ。ペーパー付近、クッキングシート、クレラップ、アルミホイル、ジップロック、フリーザーパック、ソフラン、キッコーマン薄口醤油、ダブ、メイクも合わせる合わせんかん、ママ、靴下用オンパックス、キリバイカイロ、シーチキンエルフレーク、クリアクリーン EX、ケアリーブ、ミンティア3個、浸透美容液ヘアマスク、フィーノ、ふわふわな泡洗顔、メンソレータムアクネス、ボディーソープ、シャンプー、アタックネオ、柔軟剤、レノアハピネス。オリーブオイルかこれ。ボスコオリーブオイル。ラストはボスコオリーブオイル。瀬戸康史の動画。はい、ということでアマゾンパントリー一箱でこんだけの日用品を買うことができました。ただですね、箱の大きさがですね、さっき見せた、これね、この大きさでね決まっているので、全部 100% までこうやってパンパンに詰めて、これだけでいくらかかったかというと、せーの、こんだけでーす。こんだけです。うまくできててね、このシステム、あの箱がでかいっていうのがやっぱポイントになってて、やっぱね、箱でかいと全部冷たいと思うんですよ。取扱手数料290円取られてるんでね。で 100% までマックスで詰めると意外に入っちゃうっていう、まあこれトイレットペーパーばっかりとかだったらね、あの 1000いくらとかで終わるけど、やっぱさ、こういうシャンプーとかこういうものをさ入れ始めると意外に日用品って高いですから、あのすぐね1万円とか いっちゃいます。だから小箱みたいなのがあれば一番いいんだけど、それやっぱさすがにアマゾンさん的にはまだ難しいんじゃないかなっていう、感じがしました。しずえさん的にはアマゾンパントリーはどうでしょうか、感想は。やっぱ多い、ちょっと最後は無理やり感が、欲しいものは、ガチで欲しいものは多分あったんだよね、うん、この歯磨きとか何が欲しかった、トイレペーパーとか、トイレットペーパーと洗剤、トイレットペーパーと洗剤とか、まあ欲しいものはもともとあったんだけど、 100% に発行しなきゃいけないから、なんかミンティアとか、なんか特に自分が欲しくなかったような日用品まで詰め込まなきゃいけなかったっていうのが、まあ静江さんの、ね、自分で実際やってみて、まあ、弱点かなと。だから小箱があれば一番いいよね。そう、小箱があればいいんだけど、小箱がない、そう、そこが問題点です。それではじゃあ